格闘技イベントヨギボープレゼンツ超雷神さん7月28日埼玉スーパーアリーナスタジアムバージョンが終わって6日が過ぎた 会場には過去最高となる4万8000人以上の大観衆を集めたほか、メインの朝倉未来 vs 平本連戦を含め、衝撃の結果が出たものも少なくなかったが、試合とは別に最も衝撃を受けたのは、グレーシーハンター、桜庭和がリング上に挨拶に現れたことだった今回はこれについて考えてみた、分イコール、ショ大谷体験。最近のトラッシュトークみたいのはダメですよ、格闘技ははっきり言って喧嘩じゃない。 そこら辺は興味ないっていうか、そっちの世界に入りたくない、やっぱりちゃんと礼をして、相手を尊敬してやるのが格闘技だと思ってるので、口で、てめえこの野郎とかはその辺の町の喧嘩で好きじゃない、そういうのもあるから最近の格闘技を見なくなったのはあるかもしれないです。昨年9月10日、横浜アリーナにて開催されたリブート、クインテット4の直前、大会に向けた取材に桜庭和氏はこう答えていた。 この発言は賛否を呼んだが、こうしたスタンスにあった桜場だけに、今回の超雷神さんに来場した桜場にどんな心境の変化があったのかと驚いた。桜場和氏といえば、かつては最強との呼び声が高かった、グレーシー一族を次々と撃破した伝説のファイターである。特にホイス・グレーシー戦、2000年5月1日、東京ドーム、では伝説に残る90分、15分6ラウンド。 を戦い抜い抜てホイススかかか、ら激勝し、しそのの年にはプロレ大賞 MVP も獲得したばかりか日本人として唯一の UFC 殿堂入りを果たした男2017年7月6日に米国での式典に参加でもある雷神の旗揚げ戦2015年12月29日埼玉スーパーアリーナでは青木晋也戦でメインを務めその後も2回ほどグラップリングルールで雷神に参戦 最後の参戦は、ライジンファイティングワールドグランプリ2017バンタム級トーナメント女子スーパーアトム級トーナメントファーストラウンド秋の陣、2017年10月15日、福岡マリンメッセ、で、この時はやはりレジェンドファイターであるフランク・シャムロックとのグラップリング戦だった。だがこれ以降、ライジンとは縁がなく、 自身が立ち上げた5人1組でのチーム対抗戦によるグラップリングイベント、クインテッドやプロレスリングノアでの活躍が主となっている。